東京ゴミ戦争歴史未来館は東京都杉並区にある歴史資料館。日本の高度経済成長期に大量の廃棄物の処分をめぐって勃発した東京ゴミ戦争に関する資料館。杉並清掃工場内にある資料館。杉並清掃工場はかつて1950年代から1970年代にかけて生じた 東京ゴミ戦争の舞台の一つとなった。日本の高度経済成長期、大量生産、大量消費、大量廃棄の時代が到来し、埋め立て地で処分される廃棄物の量は増加の一途をたどっていた。特に最終処分場を抱え、他の区から大量の廃棄物が持ち込まれる、江東区では、ゴミ運搬車による交通渋滞や悪臭問題、 ハエの大量発生などの生活環境の悪化に悩まされていた。東京都は廃棄物処理問題の解消や高等区の負担軽減に向けて、高等区以外の各区にも清掃工場の整備する計画を進めた。しかし、杉並区では事前協議のない一方的な計画として、地域住民が反発し、杉並清掃工場の予定地を封鎖するなどして対抗したため、 建設は中断してしまった。清掃工場の建設が進まない状況に、江東区は苛立ちを募らせ、特に杉並区との関係では、江東区議や住民が杉並区からのゴミの搬入を実力で阻止する事態に至るなど、対立が先鋭化していった。この一連の紛争は、東京ゴミ戦争と呼ばれ、1974年、東京都と杉並区の建設反対住民が、 和解するまで続いた。その後、杉並清掃工場の建設準備が進められ、1978年に着工し、1982年12月に竣工1983年1月に本稼働を開始した。21世紀に入ると、初代清掃工場は老朽化により建て替えられることとなり、また、建て替えに合わせて、東京ゴミ戦争の歴史を伝える。 資料館が新清掃工場内に整備されることとなった。資料館の整備には建設反対住民団体を前進とする杉並西洋記念財団と清掃工場側が協力して取り組み2017年10月2日東京ゴミ戦争歴史未来館として開館した。資料館では等身大パネルやインタビュー映像、新聞記事など約110点の資料を展示し、 東京ゴミ戦争勃発から、杉並清掃工場建設までの経緯、新清掃工場への建て替えの経過を紹介している。音声ガイドがあり、英語や中国語に対応している。入館料は無料である。ありがとうございます。